新島,新島は、伊豆諸島を構成する島の一つであり、東京から南に約160キロメートル、静岡県下田市から南東に36キロメートルの位置にある。行政上の所属は、東京都新島村。サーファーや海水浴客などに主眼を置いた、観光業、漁業などが盛んである。 比較的本州に近い位置にありながらも美しい自然が残されている。黒潮に乗って多くの海洋生物が島周囲には集まり、南半島イルカ、三倉島周辺の小平が本島や豊島島、伊豆諸島周辺海域や本州沿岸に定着を始めたと思われるや、ウミガメ島が見られ、クジラ類は捕鯨時代以前と比べ非常に数も種類も少ないが、黒潮に乗ってきた。 マッコウクジラやザトウクジラ、マンタなどが近海で見られることもある。非常に貴重な動物が観察されることもあり、1989年には国内で初めて来たゾウアザラシが確認され、2011年には堤防から数メートルの距離にセミクジラも現れた。また、かつては、本島周辺やウトネ島に日本アシカの繁殖地が存在していた。別島ではあるが、八丈島では、 イリエワニの漂着が確認されたこともある。気候は年間を通じてやや温暖。常夏というほどではないが東京よりは暖かく、降雪することは滅多にない。また、外洋に面しているため風が強い日が多く、特に冬は西風と呼ばれる強い西風が毎日のように吹く。東京からわずか1 6 0トル南に位置するものの空気は、 非常に正常で、星空や海の美しさは、首都圏とは比べ物にならない。新井島は、後期更新予報に活動を開始したと推定される、火山島で、主に流門岩、一部原部岩質溶岩からなる、丹生火山群となっている。島の最高地点は、宮野塚山の標高432メートルで、約1.7万年前の噴火によって形成された。 最新の噴火は886年に発生したもので、この時の噴火によって、新井島の南半部、向山が形成された。火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。島周辺では地震活動も活発で、1936年の地震では、島内で死者が出るなど、 被害地震もたびたび発生している。近年では1991年2000年に群発地震が発生していおり、2000年の群発地震では、島内の道路が一部崩落し、島内北部に位置する若里へと続く道が寸断されるなど、大きな被害が出た。なお、今でも山肌が露出している場所はあるものの、インフラ面は完全に復興している。地質は、 流門岩が多いため、島全体を通して砂や地面が白く美しい。その様は、雨季の画像でも見て取れる。主に高山で採掘される石は、イタリアのリパリ島と、天城山、伊豆諸島北部でしか産出されない、高化石、高河石、高外石というもので、建築用、装飾用として珍重されている。縄文時代から人が暮らしていた可能性があるとされて、おり、 出土品も存在する。また、現在でも島特有の方言や題目が残っていたり、観光葬祭時には、都心部ではすでに消滅しているような伝統的な儀式を今でも行うなど、旧来の文化が、島民の生活に色濃く残っている。江戸時代から八百七十一年まで、政治犯を中心とした流人が多く流されてきており、島で再度重い罪を犯した者は、 公主形とされた。総勢で1333人が流されたが、島人は彼らに暖かく接したという伝記が残されている。今でも、島内の墓地の中には一段低い場所に、ルニン墓地が存在するが、新島特有の白車が敷き詰められていて、サイコロ型やサカダる型の墓石などもあり、村人が日々花を手向けるため暖かい雰囲気がある。また、 ルニンの形状であった高畑形状跡へと続く、道には柳が生えており、刑が執行される直前、罪人が現世を懐かしんで振り返った場所であったことから、見返り流と呼び、今でも供養の花や酒が備えられている。長い歴史を裏付けるように、島には今でも数多くの物語、民話が残っている。山んや、呼べむん、呼ぶ者、このい、海坊主、 魔物、魔文、人魚など、妖怪の類の話なども多くあるが、中でも、海南帽子の話は、漫画、地獄先生の部などにも引用されるなど、非常に有名である。海南帽子は、伊豆諸島の島ごとに少しストーリーが異なっており、リンク先の話とは異なるが、ここでは、新島の例の概要を紹介する。今でもその話を信じる習慣は残っていて、1月24日は、 寒難防止と呼び、漁業を控え、夜は外出せず静かに過ごし、扉には扉の小枝を刺して早寝する。大寒の宿であった者の自宅では祠を設けて、礼を祭り、現在でも当日の深夜に、海岸へ向かう等の無言の行を行う。その翌日は、こだまり、と言われており、子供を中心に同じことが行われるが、そうして、親子二回に分けて再行される経緯は不明。 新井島には多数の海岸が存在し、ほとんどすべてに無料のシャワーが設置されている。その他、伊豆七島最大規模の十三社神社、日本の離島で最長の2878メートルを誇る平成新井島トンネル、日蓮州三松山永坂江寺、白ママ断層、海老根公園、ルニン墓地、謎の絵の木、富士見峠、向山展望台、浸水公園、 原町の井戸、マイマイズ井戸、防衛省防衛装備庁ミサイル支社場など、多数の観光スポットがある。詳細は、新島観光協会の斎藤参照のこと。1980年代には、新島の伝説、歌、田代正史、作詞、秋元康史。1986年8月27日、EPIC。 ソニーのような曲がリリースされるなど、ナンパの島などと呼ばれていたが、現在は家族連れの観光客やサーファーが訪れる島である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。